皆さん論文読んでますか？そしてその論文どうやって管理していますか？どうも、アスナロサイエンスのまゆこです。今日の動画はですね、久しぶりに大学生お役立ち動画みたいな感じで、とあるアプリの使い方をご紹介しようかなと思います。今日紹介するのはメンデレーというアプリです。メンデレできることとってもいろいろあるんですけれども、今日はとてもシンプルにどんな風に使えますということ、そしてですね、私のおすすめの使い方としてこちら、iPad で直接論文に書き込んで、それをまたメンデレーで管理するっていう方法についてご紹介しようと思います。まずパソコン版のメンデレー見ていきましょう。インターネットでメンデレイと打てば出てきます。こちらです。はい、こちらメンデレの画面になっています。まずはこちらのクリエイトアカウントというところからアカウントを作りましょう。 E メールだとかそういうものを入れると、使うことができます。でですね、次にアプリのダウンロードですが、こちらのダウンロードというところとかでダウンロードすることができます。Mac だけではなくて Linux 版、Windows 版もあります。 iPhone、iPad、Android 何でも入れることができて、全部同じアカウントでログインして同期することができます。では実際にダウンロードしたメンデレーの画面がこちらです。アプリを起動すると、先ほど登録したメールアドレスを入れるように言われると思うので、それを入れればこんな風な画面が開きます。すでに私はですね、たくさんの論文入れてありますが、実際に最初に開けた時はここ何も入っていません。じゃあここに読みたいなーってダウンロードしてきた論文入れる時にはどうすればいいかというと、こちらの Add というところをクリックして入れたいなという論文をクリックすれば入れることができます。こんな感じですね。でですね、論文を入れると勝手にその情報を読み取って、こんな風に著者だとかタイトルっていうものを入れてくれます。こちら、右下のところをクリックすると、その論文のディテール、詳細っていうのが出てきます。で、大体は上手にですね、パソコンの方でタイトルだとか筆者、アブストラクト、あとはジャーナルの名前なんてのも入れてくれるんですが、時々間違えてるので、そういう時は自分で修正することができます。さらにはこういうところのアーカイブってことかから、ちゃんと、もっとちゃんと詳しく調べておいでっていう風に指示することができまして、こんな風にネット上から正しい情報を拾ってきてくれることも多いです。で、まずですね、論文の中身を見てみましょう。はい、こんな風にして論文を実際に読み進めることができます。一旦この右側のところはここを消すと、はい、大きくなります。で、論文読んでる中でメモしたいなとか、線引っ張りたいなっていうことあると思うんですけれども、そういうことできます。こうやって4つの色なのね。で、このマーカーのマークをクリックすれば色がつけられます。そこをもう1回クリックすると、こんな風に色を変えることもできます。あとはこのコメントマークでコメントをつけることができます。はい、そうするとこんな感じで残るので、何度メンデレで開いてもこのコメントは書いてると見ることができます。このメンデレの画面ではですね、ちょっと実際にペンみたいにして文字を書くことはできません。別のアプリと一緒に使って文字を書き込むっていう方法はこの動画の後半で紹介します。さあ、メンデレ論文を読むだけではありません。論文管理のアプリとして非常に強い効果を発揮します。まずはですね、あの論文どこにあったっけなーっていうのが分かんなくなることがあります。そんな時にタグ付けが便利です。もちろんこのサーチっていうところから関連するワードで、論文の筆者だとかタイトルに含まれる言葉から検索することも可能なんですけれども、自分でタグをつけたい場合ってありますよね。そんな時に先ほどの論文にこの右のとこクリックするとタグっていうのがあります。ここに自分の好きなだけタグをつけることができます。これは日本語にも対応しているので、お持ちとか言ってタグをつけたとすると、全体の論文からお持ちと打てばさっきの論文がヒットします。こんな風にして、これは修論用、修論で使ったとか参考文献とか言って自分でタグをつけておけば探すことができます。さらに自分で新しくフォルダーを作って、お持ちフォルダ、こんな感じで新しくフォルダーを作って、そこに全体のドキュメントからさっきのお持ちを探して、
このファイルを移動するということもできます。これは一つの論文を複数のフォルダに配置することも可能です。でこんな感じで私は例えばマグマオーシャンとか、あとマスターセーシス、マスター修論に使った論文たちのリスト、そんな感じでこんな風に論文リストのフォルダというものを作っています。ちょっとここから高度な話をしますが、実はこのメンデレはですね、エクスポート、このファイルのエクスポートっていうところをクリックすると、ここからビブテフ、テフ、ラテフで使える論文リストの形にして出すことができます。で、これフォルダーごとに作れるので、例えば自分の論文を書くときに参考文献をバーッと一つのフォルダに入れておいて、先ほどのエクスポートをすると、論文の参考文献リストにペタッと貼れるリストが作れたりします。ちょっとこれについては詳しくは説明しないので、分かんなかったらぜひググってみてください。さらにですね、このメンデレー、このアプリの中だけでは完結しないんです。実はこの全体の、なんて言うんだろう、この論文の生のファイル自体がじゃあどこにあるかというと、それもなんとメンデレーが管理してくれます。メンデレーデスクトップっていうところをクリックして、プレファレンスっていうところをクリックします。そうするとこのファイルオーガナイザーというのが出てきます。これはですね、自分で先ほどダウンロードしたファイルっていうのはまだダウンロードフォルダの中にバカバカ溜まっていると思うんですけれども、それをメンデレーに一回入れてしまったら、自分のパソコンの中のこういうディレクトリの中にメンデレーが勝手にフォルダを作って全部の論文をきれいに整理してくれるという機能です。これが本当に便利です。で、ここがどこにファイルを配置しますかという指定で、その下がどんな名前でファイルを登録しますかということで、今この状態だと筆者の名前のフォルダの下にこんな感じでオーサー、イヤー、タイトル、こういう順番の名前で論文を登録しますよということになってます。でこれおすすめはですね、この後のことにも関わるんですけれども、 iPad とかと一緒に使いたい場合には、自分が使っているクラウド、ドロップボックスでも iCloud でもいいんですけれども、そういうものの下に配置することをおすすめします。そうすると自動的に全てのデバイスから見ることができるので、実際にどんな風になっているかっていうのを軽くお見せすると、私の場合はこの iCloud の中に書類というのがあって、ここがメンデレーのフォルダになっています。でメンデレーが勝手に全部筆者の名前でファイルを分けてくれて、それぞれの筆者の中に論文がきれいに名前が付けられて入っているという形になっています。さあここからはですね、ちょっと発展版ということで、メンデレーに保存した論文っていうものを iPad で見てみて、 iPad で実際に書き込むということをしようと思います。でこれにはですね、メンデレじゃなくてもう一つアプリが必要です。 PDF に書き込むようなアプリであればどれも使えると思うんですけれども、私の場合はこちらの PDF エキスパートというアプリを使っています。 PDF エキスパート、普通のバージョンは無料なので、メンデレも無料、 PDF エキスパートも無料なので、お金かからず使えます。ここで先ほどクラウドの中にフォルダを入れたことが効いてきます。パソコン版のメンデレーでまず入れたファイルというものを全部で同期するときには、こちらのシンクという同期ボタンを押します。ただですね、私 iPad 版ではあんまりメンデレーでは論文読んでいません。何で見てるかというと、この PDF エキスパートで、先ほどメンデレーの論文っていうのが全部 iCloud の下に入っているので、ファイルからiCloud ドライブというところの、はい、書類、そうすると、はい、さっき見たみたいな論文が全部ここに入ってます。でさっきの論文がこちら、メンデレーでつけた、文字だとかさっきのタグみたいなものはこの PDF エキスパートでは残念ながら見れません。ですが PDF エキスパートはこんな風にしてペンで書き込んだり線引いたりできるんですけれども、この赤いので猫ちゃんマーク書いてみると、これをちょっとメンデレーもう一回開き直さなきゃならないですけど、これをもう一回見てみると、はい、猫ちゃんマークが出ています。こんな感じで PDF エキスパートで書き込んだものというのはそのまま元のファイルに書き込まれたまま上書きされるので、メンデレーのデスクトップ版でも見ることができるという、これ結構良くないですか。なので自分の書いたメモというものがパソコンの上からでも確認できます。なので基本的には私は論文を読むときにはこうやってやって、なるほどなるほど、ここが大事なのねとか、こうやって線を引っ張りながら見てですね、それをメンデレで管理するという方法を使っています。
はい、ということで非常に簡単にですけれども、今日はメンデレーを使った論文管理の方法、そして iPad とパソコン上手に使って実際に iPad で書き込みをしたデータというものをメンデレーで管理する方法ということについてご紹介しました。参考になれば幸いです。ただちょっと私もね、他のパソコンだとかMac じゃないパソコンでどうなってるかってことはあんまり詳しく知らないので、もし何かいいハックがあればコメント欄とかで教えていただけると幸いです。はい、以上今日のアスナロサイエンスでした。バイバーイ。